日本関東地方茨城県日立大田市、島町東町は茨城県日立大田市日立大田地区の雪久地区にある町名。郵便番号は313-0047。なお、地名の島は遺体字で島と表記することがあった。日立大田市の南部に位置する。標高30メートル前後の台地である独立丘陵の上にある。 この大地の上や山田川沿いには、集落や畑が、大地の周りに広がる低地には、水田が分布する。大地上やその周囲の斜面には、新葉樹林も分布する。区域の変遷隣接する、畜島町にある、埋蔵文化財放蔵地については、盆天山古墳群文化財なども参照。千万号を参照。島町には、縄文時代の遺跡である島遺跡がある。 島町のある丘陵全体には大部分が茨城県の史跡に指定されている梵天山古墳群がある。その主墳の梵天山古墳は石岡市の船塚山古墳に次いで茨城県内第2位の大きさの前方公園墳である。梵天山古墳はその規模から九時川流域を支配した主張の墳墓と見られ初代久し時国作りの船瀬足にの墓と伝えられている。 大古墳である。詳細は、当該項目を参照。志万号は、後の島村、小島村、大原村、中野村、大型村、高架木村、人志の六村にあたる地域に古代にあった、九時郡の里、平安期に見える。地名の志万は、旧自体では志一万と表記する。地名が、島である由来は、北方山田側が南東流し、 南方奥地川が投流して南東で合流することで島のような地形となっていることである。島村はおおよそ現在の島町にあたる地域に近世にあった村。江戸期から1889年4月1日まであった。江戸時代には日立国久寺郡に属していた。島村の西に隣接していた小島村は大子島村から分尊したものである。 はじめ佐竹資料だったが、慶長14年からは、水戸半領、工房、新編日立国史、上548コマ目によって記載する。村高寺社、新編日立国史、上548コマ目や、新編日立国史、下67コマ目には、島村の寺院として、以下の二つが記載されている。なお、神社の記載はない。 商名、新編日立国史。上548コマ目による商名。等、町村制の施行のための明治の大合併で、島村は1889年に近隣4村と合併し、島という地名は、その合併によってできた、久慈郡幸久村の大技となった。その大技島には幸久村の村役場が置かれた。その後、ゆ久村は、 昭和の大合併において近隣の五村と共に大田町に編入され消滅。同日大田町は市政志向を解消して日立大田市となり、旧島村の範囲はその日立大田市の島町という町名となった。2018年6月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。島町の人口は以下のように推移している。 島町の人口の水島町の世帯数は以下のように推移している。島町の世帯数の推移現在の島町にあたる地域の個数などに関する記録は以下の通りである。梵天山古墳群文化財なども参照。島町の小技。ありがとうございます。